衝撃。J1、J2 遺跡情報をまとめ。まずはじめに、FC 町田ゼルビア、FC ソウルフォワードナサンホの完全遺跡での獲得を発表。ナサンホはディフェンスライン背後へのランニングと高い決定力で得点を量産する韓国代表ストライカー。町田は今季初の J1 を戦う。決して多くない決定機をものにするフォワードとして FC 東京でもプレーした韓国人に期待を寄せる。続いて、FC 町田ゼルビア、浦和レッズミッドフィルダー柴と海のレンタル遺跡での獲得が濃厚。芝とは豊富なスタミナと高い対人守備能力で危険の目を積む中盤のハンター。中学生時代は東京町田市のク クラブに在籍。慣れ親しんだ町田の地で再び輝きを取り戻せるか。続いて、浦和レッズ、イタリアエースローマフォワード、オラソルバッケンの獲得が濃厚。ソルバッケンは爆発的なスピードと左足のシュートに定評のあるノルウェー代表の大型ウィング。昨年8月にローマで1試合出場した後にギリシャオリンピアコスで5試合出場も構想外に。UEFA の規定上、UEFA 加盟国内で1シーズンに最大2クラブでしか公式戦に出られないルールがありヨーロッパ外のクラブを探している状態だった。フォロー、チャンネル登録、いいね、高評価をお願いします。